里崎チャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、はい、今日は、はい、久しぶりに、はい、ビッグニュースがあります。おお、何ですか？すごいニュースあります。すごいニュース。はい。どのぐらいすごいんですか？あのね、はい、枠井トレード級だね。またそれやります？はい。まだあれですよね。まだちょっと情報がコンビニ入ってきたんで。はい。あの、まあでもこれはね、すぐもう世の中出ちゃうから。はい。もう今日ノー編集で。はい、はい、編集、あとはもう編集はね、はい、あのスタッフの皆さんに頑張ってもらって、はい、もう発表されたらすぐ出せるようにして。はい、じゃあビッグニュース。はい。じゃあいきます。もうちょっと心の準備が、はい、待ってこの時期に何？元阪神鳥谷ロッテ入団決定。ロッテ？はい、ロッテです。この時期に。もうすぐ発表されます。あ、本当ですか？はい。本当ですか？本当です。本当です。はい。コンビニ入ってきたんです。多分これはね、前の枠井の時は、あの、出るかどうか分かんなかったんで、はい、出るのが心配だったんですね。これはお蔵入りになるんちゃうかっていう心配はありましたけど、はい、だから、取ってから2週間ぐらい経って発表されたんですよね。本当に今回はもう多分ね、すぐ行っちゃうかもしれない。だからもう多分ノー編集で。ノー編集で。はい。はい。っていう、ロッテ入団です。鳥谷選手ですよね。はい、元阪神の。でも、ずっと決まってなかったですもんね。ずっと決まってなかったんですよね。はい、で、まあ、僕の情報によると、はい、昨年も、うん、その、どこの球団かは言えないですけど、はい、その、ある球団と契約、結構いいところまで行ったらしいですよね。はい。で、まあ、あることがきっかけで、それが、うまくいかなくて、はい、でそこからどこ行くか分かんなくなったんですけど、うん、で、まあ、いろんな人にも聞かれるんですよ。はい。鳥谷、どこ行くかな、ロッテとかあんのかな、うん、って言って、いろんな人から、まあ、聞かれるわけですよね。はい、で、その、仕事関係でも。はい。ってなった時に、いや、僕は、最後、もしどこも行くとこなかったら、うん、多分、ロッテに来るんじゃないですかって言ってたんですよ。あ、でも、どこも行くところがないっていうのはないだろうなと思ってたってことですか？いやだからまあでもそういうのも聞いてたから、はい、まあ最終的にはロッテなんちゃうかと思ったんですよ。それはなんでですか？いや井口さんと、はい、あの鳥谷が、はい、まあいわばあの師匠関係ですから、あ師弟関係にあるんで、だからまあその縁で最後、はい、っていうかまあまだやりたいんだったらっていう救いの手をロッテが差し伸べるんじゃないのかなと思ってて、でもそうなったとしても、うん、入るまでの過程がいるじゃないですか。はい、だからそこで僕は今岡さんが阪神からロッテに来た時と同じように、はい、キャンプでとりあえずのそのテスト的なことを、はい、まあ建前上やって、はい、でそれで入団決定しましたみたいな形で、うん、あと大隣とかみたいになるのかなと思ってたんですよ。はい、でもまあ石垣もキャンプに呼ばれることなかったし、うんうんうん、もうじゃあロッテも取らへんのかな、はい、でもロッテが多分取れへんのやったらもう鳥谷も現役続行厳しいんちゃうかって思ってたところで、はい、まあ、話し合いとかいろいろ持ったらしくて、はい、でそれで決まります、うん、へえ。でもなんでこの、まあ、開幕はちょっとね、うんうん、あれですけど、なんでこの時期なんですか？まあそうですね、まあ、時期的に言うと、はい、まあ、その取るためには理由もいるじゃないですか、うん、はい、でその理由としては、うん、まあ、オープン戦戦ってみて、はい、まあ、昨年、三木がね、うん、膝の故障で、まだ復帰に時間かかると。はい、で、鈴木大地が移籍したと。うん、で、まあ、野手で言うと、平沢とか、はい、あとは新人の福田とか、うん、安田とか、っていうところが、はい、まあ、戦力としてなってくるんですけど、まあ、だから藤岡、中村になった時に、はい、まあ、補強面でおいて、うん、バックアップメンバーがちょっと寂しいと。あってなった時に、まあ、鳥谷いるやないかと。うん、で、まあ、本人もやる意思あると。はい、で、井口さんとね、監督との関係も良好やと、うん。っていうところで、まあ、じゃあ取りましょうかっていうね。おー、なるほど。ということはですよ、レギュラーで出るというよりは、まあ、一軍にはいるけど、うん、バックアップのメンバーとして使うんじゃないかっていう感じ。まあ、基本はね。でも別に、本人が、ね、これもういつも言ってるんですけど、はい、試合に出たかったら結果出しだけで。あ、そうですね。本人がもし結果を出したら、別にレギュラーになれる可能性もあるんですよね。はい、うん、でこれは、今年の西武のキャンプ行って、はい、松坂とも話したんですけど、
で、その時にも、うん、まあ、大輔も言ってたんですけど、うん、現役やってる若い時は、はい、もう、あかんようだったらすっぱりやめようと思ってたと。はい、でも、うん、やっぱその、いざ自分がその立場になってきた時に、やっぱり最後、周りにどんなこと、何言われようが、うん、どんな非難されようが、うん、自分の人生やと、はい、最後も這いつくばってでも、うん、やりたいと思うようになってきたって言ったんですよ。あー、へー。で、しかも今回の鳥谷のこともそうですけど、はい、結局、取る球団がある、うん、やりたい選手がいる、はい、じゃあお互いやりましょう、うん、もうそれでいいやんね、うん、そうですね、まあ、別にそれで周りがどうやらということでもないし、はい、結果的にどうなったかで判断されるべきだと思うんですよね、はい、うん、で、それ取りました、はい、で、まあ、だって、まあ表現が正しいかどうかわかんないですけど、まあ選手なんてコマじゃないですか。はい、コマなんて、あるに越したことないじゃないですか。うん、ないより絶対あった方がいいですよね。うん、で、あったがために、いい風に転んで、はい、で、それでチームの成績も上がって、戦力になったら、これはこれでいいじゃないですか。はい、で、逆に、うまくいかなかったら、今度は取った人の責任問題ですから、うん、はい、その人たちが責任取ればいい話なわけで、はい、別に球団も欲しい、選手も入りたい、うん、じゃあいいっすよね。まあいいですね。はい、だからなんか、うん、多分発表されると、はい、多分来ると思うんですよ、はい、鳥谷ロッテ入ったけどどうでしょうみたいな、うん、取材とか、はい、来ると思うんですけど、いや別にお互いがやりたいって言ってんだからいいやん。まあね、合致してるわけですからね。そうそう。で、松坂の時も西武が来てほしい、うん、はいはい、松坂もやりたい、うん、もういいじゃんね。はい、そうですね。で、あと結果出るかどうかは本人たち次第だし、うん、まあまあ、鳥谷の昨年で言うと、はい、打率も2割ちょいぐらいだから、まあ、明らかに前世紀に比べたら落ちてきてるとは思うんですけど、はい、まあ、それ以外の点でも、まあ、いろんなチームにいい影響を及ぼせればね、はい、結果的にいいことだし、チームとしての成績も上がればいいことですから。だってものすごい経験値持ってる方じゃないですか。そうなんですよ。だからそこが、まあ、どう、そういう、社交性フレンドリータイプなのか、はい、黙々とやるタイプなのかによって変わるっすよね。イメージはちょっとなんか寡黙そうなイメージなんですけどね。どうなんでしょうね。こうなんかフレンドリー的でやればね、はい、なんか枠井みたいにフレンドリー感じれば、いろんなこともとっつきやすくなるし、はい、寡黙で黙々タイプだと、とっつきにくくね、はい、まあどういうタイプかわかんないけど、はい、まあそういった面でも、まあいないよりいた方がいいんで。まあ、そうですね、はい。いや、あれだけやっぱスターだったじゃないですか。はい、WBC とかもすごく、はい、私すごい印象残ってて、うんうん、そういうスターが、どこもこう決まってないっていう状況って、なんかちょっとなんか、ああ、そうなんだっていうイメージだったんですね。そうなんですか？僕はなんとも思わないですか？え、本当ですか？だって、いずれ去るんです。まあ、そうなんです。いずれ去るのいうのは分かってるんですけど、うん、それでも、やっぱまだやりたい、でも決まらないっていう状況だったじゃないですか。うんうんうん、でも、今回決まって、すごい嬉しい。でも喜んでる前の人はね。決まるんですよね。うん、もう決定です。決定ですよね。あともう情報出るだけです。はい、もう間違いないです。私もうその手で喋ってます、ね。間違いない。もう決定です。はい、だからまあ、ファンの人もね、はい、鳥谷のね、はい、喜んでる人はいっぱいいるんじゃないですかね。いや、嬉しいですよ、やっぱり。で、これはね、じゃあここからちょっと語弊がある言い方するんで、はい、変な感じで捉えるのをやめてほしいんですけど。語弊がある言い方しなければいいんですよ。いや、します。しますか？はい。もう語弊生むんですね。はい。ちょっと方向の視点で変えれば、はい、多分年俸もそんなにバンディーバ払うわけじゃないと思うんですよね。はい。ってなった時に、うん、儲かります。え、どういうことですか？鳥谷グッズが売れます。あ、そういうこと。営業的にも、はい、多分ね、うん、その視点をちょっと変えれば、はい、うん、営業的部門でも収益上げる可能性ありますよね、はい、だって松坂だって、はい、ドラゴンズに行ってもうキャンプで松坂の年俸分は稼いだって言ってましたからね、はい、グッズとかユニフォームは売れてね、うん、いやでもスターですからね。で西武行って、うん、今度は16番松坂のグッズがバンバン売れてるらしいんですよ、はい。でもしね、鳥谷がまだ背番号何番になるかまでは僕は知らないですけど、うん、ロッテになって、うん、まあ同じ立て自慢じゃないですか。はい。同じ立て自慢じゃないですか。はい、はい。ね、うん、ってなった時に、はい、そのグッズが、うん、まあ間違いなく売れるっすよね。まあちょっと欲しくなりますよね。欲しいじゃないですか。欲しいです。で、阪神ファンだけど、はい、鳥谷もファンっていう人もいるし、いや、そう、いると思います。鳥谷のファンだから阪神ファンっていう人もいるじゃないですか。はい。うん、で、その人たちが、買ってくれますよね。そうですね。はい。だからやっぱり、球団としても、収益上がるんで、はい、そういったところでも、今は多分、裏で、必死で、グッズ作ってるんじゃないですか。はい、そうですね。作ってるかな。そっか。でもそれも事実じゃないですか。まあ、事実です。ね。だってセ・リーグは阪神推しだった人が、うん、じゃあ、もう鳥谷が行くんだったら、鳥谷選手が行くんだったら、って、
あの、ロッテ応援する。うん、する、うん、可能性も十分。ファンもガーって増えるかもしれないですね。そうです、そうです。だから、いろんな面で、はい、科学的、うん、ビジネスと考えたときに、はい、いろんな面で、うん、プラスはあるっすよね。いや、まあ、スターってそういうところは大きいですね。そうですね。いや、まあね、活躍してくれればね、はい、ロッテとしては、もう、それが一番ありがたいし、うん、そう営業面でもね、活躍してくれれば、はい、そうですね。嬉しいし。佐藤さん的には、引退ってこう、去り際綺麗な方が、まあいいって、まあ、佐藤さん的には言ってたじゃないですか。はい。だから、やっぱり鳥谷選手も、こう、ロッテに入って、うん、なんかもう一花、バッてこう、咲かせてほしいなって思いますね。でも多分鳥谷タイプはもう、はい、あのドロドロになってまでやるタイプですから。そうか、もうどうなってもいいと。うん、だからやりたいんだと。やりたいと。だからまあそれはそれでいいじゃないですか、はい、だってそれで、うん、あのやってほしいっていう球団があるんですから。まあそうですね、はい、別に周りだってとにかく言うことでもないし、はい、まあ僕は別にね、はい、あの多分やりたいことが多すぎなんでしょうね。そうなんですか。引退してからやりたいことがあったからだからまあね、はい、どっちがいいとか悪いとかじゃないですから。うん、そうですよね。だからまあね、鳥谷のファンはね、うん、来年も縦島のユニフォームでね、はい、見れちゃうんですよ。縦島だー、はあ、あの、TH がね、はい、M になるだけですから。はい、ちょっと黄色がかってるのがね、はい、黒になるだけですから。そうですね。色がちょっとカラーが消えるぐらいですね。そうそう、はい、あのね、虎は陸の王者かもわかんないですけど、はい、こっちはね、はい、カモメで、空と。だから陸と空でね。はいはい何が言いたいんですか、リクトさん。まあよくわかんないですけど。はい。まあ、よかったですよ。そうですね。うん、すごく。だからまあ、またね、どういう戦いが見えるのかね、うん、まあ、本人どんな活躍するのか、はい、まあ楽しみですしね。はい、ユニフォーム姿見るのもすごく楽しみです。ねえ、縦島でね。はい。背番号何番なんのかな。同じだったら何番だ ?1。でも清田ですね。いやー、ダメだ。まあ別にいいけどね。いいですか。うん、清田背番号上げそれなりにちょっと譲りますそっか、まあ、ありますよね。うん、それも全然ロッテの位置もいいんじゃないですかね。うん、そうだね。だいぶいい番号ですね。うん、うん、まあまあどうなるのかね。ワクワクするな。まあ今後ね、発表されて、はい、続報道がどんどん出ると思うんで、はい、そういうのをまた見ながらね、はい、いろんなことを、まあ、確かめながらね、はい、開幕、したいと思います。はい、びっくりした。